明日の雪は水分多い雪なんだって。サラサラのやつがいいんですけどね。逆に傘いらないぐらいのふさふさのやつが、それを求めている私は。今日はですね、いろいろやってましたね。さまざまでした。今日は盛りだくさん。おダンスやいやいしてからちょっと一個なんか一つあって、その後に収録、ケミーショーの収録に行ってすごい嬉しかった。それとあとは茨城センスでなんかしてきました。ケミー賞はちょっと先かな、放送は。そうなんですよ、今日収録参加させてもらって、でも今日なんか久しぶりになんか腹にくる、一つうわーって思うのがありましたね。久々に味わった。あんまり慣れないことを今日一つする、なんかお仕事があったんだけど、腹にくるっていうのはなんか初めてのことをするときってさ、なんか気持ち悪くとかじゃないけどさ、なんか食べ物が喉を通らない感じっていうか、うわーってくるときない？緊張っていうよりかは、あー別にすっごいねキリキリしたわけじゃないんだけど、でもなんかちょっと胃に来る感じ。うわーって思うのがあった。そういうの避けてる。いいな、避けられる道もあるんだよね。でも避けてたら先に進めない世界で生きてこうとしてるから、もうなんかほんとこういうの味わいたくない。楽な道に行きたいなとか思ったでもそういうわけにはいかないんだよね。常にね、なんかここ数年は本当にそういうことを、まあ、あったけどいくつかは。でもやっぱりさ、常にさ、メンバーがもう何年も一緒に過ごしてるメンバーが傍らにというかそばにいる中でのそういう挑戦だったから、まだ救われる部分があったけど、本当に仲間がいなくて、本当岡部凛として一人でやってる時ってなんか初めて、今日ね本当に孤独を感じた。今日今までこんな風に思ったこと本当に一度もないんだけど、今日初めて一人になった時、これから大丈夫なのかなって怖いなって思った。だから今まで自分ってまあいろいろ挑戦してきたとか言いつつも、結構やっぱり甘えられる環境にの中でのあれだったんだなってすごい思って、すごい先が不安になったし、すごい怖いなと思ったんだけど、とかここまで言っちゃうとどんなことしてきたのってだけど、本当にちょっとしたことなんだけど、そこからなんか移動してる収録に向かう車の中でなんか深く考えすぎちゃって、だからもっとどんどん慣れていかないとやばいなって。
って思ったんだよね今日。まあ乗り越えたのかな、何なんだろうね。うん、私もしさ自分が卒業したらさ、その今まで一緒だった仲間がいないところでまた自分がこう安心してできると思う環境をまたさゼロから作らないと、だからそれも大変そうってすごい思ったね。練習していかないとな。好かれるタイプだから、そういう風に見える、みんなは私のこと好きと思ってくれるからそんなこと言ってくれると思うけど、全く知らない人からしてみたらそんなことないんだよきっと。あの特殊だよね、グループでやってるのっても私たちだけだし、普通のねタレントさんとかそもそも一人から始まってずっと一人でやってるんだもんね。グループの一員としてこの世界始まっちゃってるから、なんかね違う面での精神面も鍛えないとこれ大変だなって思った。私ほんとこれっぽっちのことでこんなに今日すごい考えた。宿題物も一人でやってるってなんかちょっと違くない？だからなおさらそう同期とかさ自分より年下の子たちがさ次への道への決断をするって時って本当に本人はそれを決断するまでにはすっごく時間かけたと思うんだし、めちゃめちゃ悩んだと思うんだけど、でもその決断をするってすっごいめちゃめちゃかっこいいなってすごい毎回思うんだよね。別に居続けることが甘いっていうわけでもないんだけどって思ってるわけじゃないんだけどね、人それぞれやりたいことは違うからね。今日もお肉上手に焼けましたか？見ての通り。大学の時もまあ確かにね、それも私の中で大きい決断だったけど、いやまた違うじゃないこれは。ご飯はね、お仕事してる時に食べましたね。あと茨城センスに久しぶりに行って、そこで1月からねカフェの方ではいちごのいろいろ始まってて、今日はそれを食べさせてもらいました。めっちゃ美味しかった、行ってみて、美味しかった。ちょっとねいい感じの値段ですので、はいでも本当に美味しかったよ。うん、アンテナショップですので、もちろん茨城県産の茨城酒っていうね美味しいイチゴがあってね、それを使ったパフェだから、ちょっと食べてみて。あーなんか差し入れ用になんかいろいろ買っとけばよかった。ちょっと自分のことしか考えてなかったお肉だけゲットしてもいろいろ買っとけばよかった。どこにあるの？有楽町って知ってる？なんかあれだ、銀座とか近い、歩いて行けるはず。あと山手線の有楽町駅からもすごく近いはず。
交通会館の少し先、私は交通会館知らないんですけど、知ってる方はなんかそうらしいです。すごい楽しい、楽しみなことをしてきました。ドキドキワクワク、ドキドキワクワク。昨日みんなに聞いた時にポニーテールって言ってたから、あ、じゃあ今日ポニーテールにしようって思って、ポニーテールだすい。タイのお稽古はちょっと今日行ってないです。でも鬼進んでると思います。やばいっす。今日は肉の日です。いい日にお肉をゲットしました。食べてはないんだけど。みんなバラバラやってるんですか。それぞれのスケジュールが合わなくてですね、なかなか揃わずに今、私たちは今回その劇団鹿殺しさんの中にこう客演としてこうゲストとして入らせてもらってるので、本当に自分の役だけを集中してできる環境にあるんですけれど、劇団の方はあの誰かスケジュールが劇団の方の中で抜けたりとか、あの私たちが違う何かのお仕事で稽古にいない時とかも、自分の役以外にその自分の役もあるのに他の方の出てない時とかは代役としてこう覚えて、動きも覚えて、で次その代役務めてた人にこうレクチャーするっていう、もうすごい、私はまだそういうことをやったことないから、そういうこともこなしてらっしゃるから本当にすげえってなってます。何名かマジムリの時にあの代役としてこうお手伝いしてくださった方も今回一緒に共演できるので、この間の時は私は全然あの出られてたからいなかったんだけど、あのタウちゃんをやってくれてた方とかも一緒なので、さあもっとお話ししたいんですけどね、まだちょっとそれぞれこうね、インプット中なのでなかなかそういう余裕がないんですけど、だからもう私はもうね、できて当たり前になってないとなので、今日のメールの写真すごいいい感じだったらしい。よかった服は何か関係あったのか。話せたらいい未来でもちゃんと理由がある。今日してた格好には。ちゃんのモバに気になってて撮るか検討してるけど、撮った方がいいですか。撮ったらもう最後だよどんな宣伝の仕方撮ってもいいけど
責任は取れないよとか言って。メールの写真は私服？私服です。私のメールの絵が楽しい。すいませんね、適当な絵送っちゃって。え？たまにうざい時あるけど、うざいと思ってたの？ち自覚あります。仕事充実してて羨ま…いやーそんなそんな、頑張ります。あー急にお腹空いた。もうずっとキリキリしてて、今日さー、その行く途中でさ、いやでもさすがになんか食べよう言ってもと思ってホットドッグ頼んだんだけど、飲み物、あったかい飲み物と。いつもだったら余裕でパク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 食べられちゃうのに、今日半分しか食べられなくて。急にお腹空いてきちゃってよ、やめてほしい、この時間にお腹空くの。このまま寝ようと思ってたのに。多分こうやってしゃべってるからお腹すくんだと思う。寝ます。そう、私はちょっとやるんだ。いつもショールームの終わりの方をいつも言ってるけど。はい、いい加減やるべきことをやりたいと思います。今日ここに来た一番の理由は、みんながポニーテールって言ったからポニーテールにしたんやぞ、見ろっていうのが一番今日。言い方、ニテールにしたよって見せたくて今日来た。はい、それは伝わりました。ちゃんとポニーテールして髪とね下ろさずに来ましたよ。じゃあおやすみなさい。また来るね。じゃあね、切ります。おやすみなさい。まあなんか更新してるかもですけど、これはね